こんばんは。こんばんは。あ、なんかもう色っぽい唇されてますね。本当ですか。可愛さと綺麗さがこう合わさったような状態というか。いやいや、とんでもないです。ありがとうございます。今ご年齢といくつなんでしょうか。今年で50になりました。50歳。はい。全然見えないですね。一生懸命若作りしてる。いやいや、もう、まあ、童顔でもう綺麗でみたいなね感じは見えるんですけども、はい、今例えばですけど、綺麗だねと可愛いねだとどっちの嬉しいみたいなってあったりするんですか。いや、やっぱり年齢的に可愛いねがあんま言われないので、うん、可愛いねが言われたいです。あ、いや、それも男性はもうベッドの上ではね可愛いね連発でしょこれ。本当ですか。でもあれですよ、ご結婚されてるという。あ、はい、してます。旦那さんとその夜のことっていうのはあったりはするんですか。今は全くないです。全くってとどれぐらい。もう15年以上ないです。あ、じゃあもうだいぶそう夜のことみたいのが空いてるというか。もう、はい、忘れました。普通に夜のことがなくても旦那さんから愛してるみたいのもあんまり最近はないっていうかね。ないですね、もう家族。あ、まあ、だからちょっと本日こうやってお会いできてっていうね、っていうところですもんね、はい、そうです。はい。いや、なんかいいですね。お名前をお伺いしてよろしいでしょうか。はい、姫川玲子です。あ、玲子さん。はい。で、玲子さん、旦那さんとしばらくされてないっていうことなんですけども、うん、そういう夜の欲っていうのは、はい、そう50歳になられてどうですか、はい、今。まあ、もともと結構すごい欲が強いんですよ。ああ。あの、最初から。ああ、もうそういうのを知った時から、はい、初めての時から結構変わってないですね、今も、うん、はい、ずっとそういうのが好きです。はい、でも旦那さんとしばらくしてないってことは、うん、結構もう欲が今もうっていう収まらないというか。まあそうですね、はい、うん、溜まってます。もうはっきりと溜まってると。じゃあ正直そういう時は例えばお一人でなんか解消とかそういう感じになっちゃうんですか。やっぱりそうですね、はい。じゃあ最近とかといつされたんですか。今日の朝。今日の朝。だって本日こうやってお会いできてね。はい、一応久しぶりにということではお伝えはしていたんですけども。はい、なんで朝してしまったんですか。ちょっとルーティーンなんですよ、私。欲を満たすのプラス、美容、ここデトックスをみたいな。そうなんですよ、こう高まって解放されて、肌も綺麗になるし、毛穴も違うし。あ、だからずっとこう女性でいられるわけですね。うん、旦那さんとかなくても。そうです、趣味であり美容です。ってことは毎日。ほぼ毎日ですね。じゃあ週何回されてるんですか。多分5以上はだからしてますね。はい、それは朝っていうのはその旦那さんをお仕事を送り出してからなのかとか、そういうのあるんですか。うん、やっぱりそうですね、朝の身支度が終わっていろいろ作ったり家事やってで行ってらっしゃいって言って、私がお仕事行く合間ですね。レゴさんもお仕事をされてる。あ、そうです、はい。ちょっとあの OL で。 OL さん。はい、部下になってみたいですね。でもなんか大雨降ってきてほしいですね、なんかね。外で帰ってたらあやいがしたなんかしちゃってね。でデスク戻ってすいません、なんかね勝手な妄想して。あ、とんでもないです。え、でもそういう時って朝だから時間で言うと何分ぐらいされるんですか。でもちゃんとしっかり15分ぐらいはします。じっくり。じっくりなのかも。15分。はい。その時お洋服っていうのはパジャマですね。パジャマ、まだ着替える前の。はい。寝てる。そうやって寝てる。今暑いんで結構、はい、はい、寝たりします。それよく旦那さんね、15年間もね。ちょっとけしからんだなんてね、お会いできたらお言葉をかけたいなと思うんですけども。と言ってくださいよ。それ場所はどこですか、ご自宅の。リビングのソファーか、うん、自分の寝室。はあ、はい、体勢は。体勢ですか。普通に座ってですよ、座って。
それ目をつぶりながら。あ、そうですね、目をつぶりながら、リラックスして足を開いて。へ、何か考えるとかありますか？結構妄想、はい、妄想します。どんなこと妄想されちゃったりみたいな。じゃあ今日の朝は何を？あ、それこそだから今日お会いするじゃないですか、うん、だからこれからのことを。そうですね、結構私身近なことを妄想するんで、とか会社の結構威張ってる上司とか、しちゃう妄想とかします。あ、実際に会社で働かれてて。そうです、そうです。え、威張ってる上司何歳ぐらいの方？え、その方50代だと思いますね。13歳とか。そんな方とどんな妄想？なんか絶対しちゃいけないじゃないですか、そういうこと。だから私がたらどうなるのかなとかっていうのは妄想してます。旦那さんが普段座ってるソファーで、はい、旦那さんとは違う男性に。そうですね。でもそれはなんか、でも道具使うみたいのがあるんですか？なんか最近すごい使うようになりました1年ぐらいはもうずっと道具使ってます。なんで使うようになったんですかね。なんですかね、やっぱり自分だと、自分でもいいんですけど置き去りできないから、ああ道具の力を借りて、ああ自分の知らないさを開拓してます、自分の体で。どういう道具ですか？売るやつ、はい、そんなどこで買ったんですか？普通にネットで。ネットで、はい、でも届いた時旦那さんが取っちゃう可能性もありますもん ね、 でもね。あ、大丈夫なんですよ、その辺は私の役割なんですよ。その引き受けは。はい、そうです、そうです。それを利用して旦那さんに見られたらちょっと困るから隠してたりする？あ、一応隠してますね。でも結構身近な人を考えるっていうのはやっぱそういう願望があるっていうか、うん、なんかその方がリアリティがあるから。はあ、じゃあ旦那さん以外の人にそういうベッドの上で抱かれたいみたいな思いも強くなってる？あります、あります。それ旦那さんに再び抱かれるっていうのと、うん、それともバッてる上司だとどっちの方がこう燃えちゃいそうですか今やっぱりしたことない人がいいですね。あ、初めての方の方がいいんですか？いや、の方がなんかこうワクワクしますね。お互いこう探り合えるじゃないですか、その時々感もあるし、はあ、何が好きって、その行為の好きなのってこう探り合うのが好きだから、はあ、だからだと思いますね、うん、初めての方が、はい、ってことは始まる前に、うん、私こういうの好きだよとかいう話あんまりしない、うん、しないです、あえて。あえて、あえて、まあ嫌なところとかがもしあれば、お互い言ったりはあるけど、うん、すごい好きなところはもったいぶってほしい。あー、それはあえて、レイコさん自身も言わない？うん、探ってほしい。うわ、それが楽しいです。魅力的な人妻さんですね、そんなこと思ってると。そうなんですかね。それで、普段デスクワークしてると。そうです、真面目にもうパソコンやってます。でも頭の中そういう。はい。すごいですね。なんか横の人とか頭皮の匂いとか嗅いできません？横の部下。ええ、わかんない。嗅がれてるかもしれない。でも私も好きなんですよ、頭皮臭。え？めっちゃ。めっちゃ。うん、めっちゃ好きです。結構汗も好きだし。はあ、じゃあできれば聞き頭皮してみたいですか？おじさま並べて。あ、結構してみたいかも。この頭皮は誰だってこう。で、当たったらベッドだよなんて。ああ、ちょっといい、楽しそう。んなくらい好きなわけですね。汗と皮脂、うん、ちょっと臭い方が嗅ぎたくなります。じゃあ正直シャワーを入らずベッドインでも OK？ まあその時と場合にありますか。メイコさんがちょっと恥ずかしい？ちょっと恥ずかしいですね。相手だったらまだいい？うん、相手だったら結構、うん、いいと思いますね。メイコさんがちょっと恥ずかしいから、ちょ、うん、よとか言って。そんなこと言ってるんですか？はい。ちなみにそのシャワーっていうのは一緒に入りたいですか？あー、なんか最初は別の方がいいかな。最初も見られちゃうよりは、うん、服が着てる方がと思ってて、そっちの方が男性も
に感じるんですよ。え、じゃあ男性だとじゃあどういう感じですか、その何を残してた方が嬉しい。もうそういう T シャツ、白 T が最高ですね。普通の普段着。ってことはその会社の一瞬の隙間ねとかいうの結構燃えちゃったり。ああ、いいですね、最高です。その時って先にどっちシャワー入りますか。やっぱ私の方が先かな。先に、はい、先ですね。ってことはタオルをつけて出てくる、それとも一回下着までつけて。あ、でもタオル巻いて出てきちゃうかなと思います。で、待ってる男性のことそうですね、はい、そういう時の心境ってどんな感じなんですか。結構やっぱり時々ワクワクします。携帯とかいじらない。あんまいじったり、でもなんか待ってる風なのも恥ずかしいから、ちょっとしれーっと、しれーっとそわそわしながら、つろいでたよみたいな感じで、はい、余裕出して、でも頭の中でどうなるかって考えて。そうですね、うんうん。お布団の中で待ってるタイプですか、それとも座って。あ、座ってますね私。電気どれぐらいがいいですか。いや、なんか私どっちかっていうと結構暗めが好きなんですよ。それなんでですか。なんか恥ずかしい。あ、見られるのが、表情を見られるのが恥ずかしいですか。表情なんですよ、その崩れていくというか、その没頭してるような、が恥ずかしいから結構暗めが好きです。でも相手の表情とか見たい。相手はめっちゃ見たいです。ああ、相手もその苦しいような表情とかだといい。あ、いいですね、うん、見ちゃう。ああ、だけどちょっと見られるの恥ずかしいっていう。そうなんですよ。声とか出ちゃう。声はなんか出した方が、最近気づいたんですよ、はい、声出した方が、はあ、はあ、はい、それなんでですかね。なんか我慢してると最後のがちょっと物足りないんですよ。はあ、なんか体から溢れるものがある子が高まる、うん、そうです、そうです。だから、はあ、周りがこうちょっと声出せないとことかだとちょっと不完全燃焼になったり。ああ、ここちょっと防音設備がねしっかりが整っているんですよ。あ、本当に。はい。あ、そうなんですね。結構窓大丈夫かなってさっき、さっき気になりました。なのでもう全然目いっぱい発散していただいて、うん、でそんな中でも好きな体勢。あー、体勢いろいろありますけど、一番なんかぬくもりっていうかフィット感があってぬくもりがあるのは座って、うん、向き合ってが好きです。ああ、そうなんですね。はい。それ何がいいですか。いっぱいできるし、しながらのフィット感。二人がもうギュッと、そうです、近い距離で、はい、そこで耳元で可愛いねなんて言われちゃって肌が綺麗だよなんて、いや嬉しいですね、その白い歯見せてよなんて言われて、はい、耳たぶ柔らかいよなんて言われてうん、でも本当に好きですね、座って。後ろからとかも好き。あー、はい。その時って心境的にはどういう感じなんですか。いや、なんかバッグも好きなんですよ。だからそういう延長なのかな。結構されてる感がすごいから、男性の思うがままに。そう、男性も男性らしくなるじゃないですか。あ、後ろからってねえ、はい、言うと書いてオスになると、ね、そうです。だから二人とも本能になれるかなと思います。じゃあそういう時とかってもう表情見られてないからもう結構激しいことになってる、うん、そうですね。後ろからはそれがいいのかも。そっか、そこが解放できるからそう、見られてないか。じゃあこっそり鏡なんて置いちゃいましょうか。わかんないような鏡、それかちょっと洗面台の前なんかに行っちゃってね。ないですね。それ好き。好きです、はい、それ何がいいですか。客観的に見れるじゃないですか。あ、今の2人を。そう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 。自分もちょっと恥ずかしいところと相手の方も映ってたりすると、なんか感覚的よりも視覚で結構するから。好きです。結構撮られたいですもん。あそこ、うん、そういう願望がある。ありますね。でもそれ撮られてしまって、うん、彼がその日の夜にそれでみたいなのをしてたらどうですか。いや、めっちゃ嬉しいです。嬉しい。嬉しいです。私でしてほしいです。はあ、そ
そうなんですね、一人になったとしても。うん、嬉しい、単純に。それ見たいとかのあります？彼が撮ったものを。彼が撮ったもの、あ、見たい、見たい、見たい。見て思い出して。思い出したい。でも本日はね、全てをちょっと叶えたいななんて、実は、はい、思っておりまして。でもあれなんですか、その年上と年下はどっちの方がいいですか？まあ同年代も。私本当に年齢関係なくて、年上も全然いいし、年下も全然気にしないんですよ。好きになった人とかも、そういう風になった人がいくつだろうか、別に相性とかフィーリングとかなので、気にしたことないです。まあ、はい、ちゃんとあのいただければ。97歳でも。はい。本当に元気であれば、はい、いやと思ってます。年齢でこうくくったことがないです。何歳までしかダメとか、フィーリングとお互いの思いやりがあれば。じゃあ今日はそんな方、じゃあ今日は実はですね、はい、54歳のちょっと年上の男性の方で、ちょっとすいません、頭皮の匂いは確認できてないんですけども、この後しっかり私のでチェックいたしまして、もし頭皮の匂い出てなかったら一回マラソンに行ってもらって、じゃあ汗も一緒に、はい、ありがとうございます。3キロ走ってもらうって、しっかりと準備はすごい整えさせていただきますので、でいろいろ今言ったことを全部。嘘、すごいですね。はい、本当に。うん、ありがとうございます。はい、ちなみになんですけども、下着っていうのはどういうのをお付けになられてるんですか？あ、今日ですか？はい、今日はあの黒ベースですね。黒でレースです。はい、下の形みたいなの。下はもう結構スケスケ、めっちゃスケスケな。なんでそんなの着てらっしゃるんですか？あの、暑がりなのと、テンションが上がるんですよ。へえ。じゃあ今日はもう気持ち的にも。そうですね、ちょっと、はい、すごいドキドキしてきました。ちょっとあれですね、ウエストのがそれチャックを下ろすとみたいな形になってるんですか？そうです、はい、そうです。前開き、本当に前開き。でさっきおっしゃってた前開きを正面から開けられるのか、こう後ろから包まれて前開き開けられるのか。包まれてか。でも逆に前は恥ずかしいから、前に来てもらってやって、うん、されたいですね、逆に。はい、そうすれば頭皮の匂いかけますもんね。そうですね。あ、これで点と点がつながった感じがすごいですね。あります。いや、心の準備をしてお待ちください。ありがとうございます。はい、本日はよろしくお願いします。はい、はい、お願いします。